どうも勇者です。はい、33連装備召喚、次はミスリルの分引こうと思います。はい、もうちょっと引っ張ろうかなと思ってたんですけど、まあ動画でも言ってたんですけど、まあ、時系列的に33連の無料を引かせていただいた後に第2弾のフェスを引いたんですよ。で、第2弾のフェス動画見ていただいた方ならわかると思うんですけど、まあ、ちょっとどえらいことが起こりましてですね、まあ、その結果ちょっと先にこれを引かないと次何を引こうかっていうのを決められないという状況にちょっと陥りまして、ですのでとりあえずこれ引きます。で、まあ、正直どこを狙ってるかっていうと、ライトニングとスコールの装備どんなんでもいいから出てくれたらいいなみたいな、まあ、特にスコールなんですけど、スコールが、まあ、とある、ね、一番皆さんが欲しいものを、一番まあ最新のものをスコールで手に入ってしまったんですけど、それ以外が手に入ってない状態なんですよ。なので、まあこんなことをお願いするのはちょっとあれなんですけど、33連でできれば出てくれたらいいなみたいな、出てこなかったら逆にもう覚悟を決めてもう一度2段をもう一度だけ回すっていうことも視野に入ってくるんで、はい、それも含めてちょっと先にやっときたいと思います。ということで、ありがとうございますの33連装備召喚いきましょう。もう本当何でもいいんですけどね、本当は別に何でもいいんですけど、ちょっと欲しいものができてしまったという、欲が出てしまったという感じ。はい、あ、いっぱい来た。いや、これね、ミラボより虹いっぱいの方が嬉しいので、さあここでよかった、まあ、ミラボ1個の方も本当たくさんおられると思いますし、ね、それはそれで面白いんですけどね、動画を撮ってる身としては美味しいという部分もあるんですけど、爆死は私相当やってますので、本当にたまには引かせてくださいよ。もう第2弾のガチャじゃないですけど、たまには許してよ。たまに変な尖った引きをする時があるんです、本当にごく稀にね。はい、行きます。持ってない、コテから、いい流れよ、コテからの流れよ。小刀持ってない、またこれ簡易な小刀ですね。持ってない、マント、もうかぶりなし、今んとこ持ってない、かぶりなし、喧嘩これ、持ってない、小刀かぶりなし、そしてミラー棒ドン、持ってない、全かぶりなしかな、これ持ってないっすね。きたー、欲しかったやーつ、欲しかったやーつ、うわー、ありがとうございます、ありがとうございます、これ欲しかったやつ、生き返るやつですよ、生き返って踏みとどになるやつや。はいはい、マルチで大活躍するやつ、はい、ありがとうございます。そして順番に見ていきますね。ライオン、ライオンの必殺技、ライオンのバースト、待機時間なしで敵単体に5回連続の強力な物理攻撃、攻撃力防御力を一定時間ダウン、大自身にヘイストバースト。うわー、またイレブンですね。イレブンめっちゃガチガチに揃ってきたな。イレブンフェスですね、今回は本当に。なるほどね。はい、次これサルガタナス、あ、ジタンのバーストか。あー嬉しい、風まといか。うわー嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。バーストだけがなかったんですよ。バースオーバーフローもないんですけど、バース、超必殺と専用ばっかりあったんですよ。いや、これ、使えるようになるな、これで。ありがとうございます。そして、エドガーのマント。あー、これか、毒か。毒まとい。いやー、嬉しい。毒もないんでね。一個あるだけで、全然違うもんね。そして、トリトンダガー。パロム。パロムの、超必殺、パロムの魔力アップ、はい、あとこれは2、ヨーゼフ、あ、いいやん、いいやん、全体 HP 割合いいっすやん、決死の雪原。うわ、もうこれ大当たりや、俺的にはもうめちゃくちゃ当たりっすよこれ、本当にかぶりはないわ、
欲しかったところチョイス捨てるは、まあその今回魔石に関して使えるかなというとちょっと疑問なんですけど、まあ、いつもそればっかり言ってますけど、でもジタンはもしかしたらっていうのもあるし、何よりやっぱユーナの超絶、これ回復はでかいっすよね本当に。まあユーナ召喚も使えるんで、そのこれと、まあ、攻撃とかにも多分使っていけると思うんで、そういう意味では非常にちょっと嬉しい。はいはい、いやもうちょっとさ、あのね、いつも結構死ぬことが多いんですね。ね、あんまりいいの出ないってことが多いんで、結構自分的にいい引きしたとき何言っていいか分からなくなるんですよ。はい、それ前回のガチャでもそうだったんですけど、どうリアクションしていいか分からなくなるんですけど、はい、こんな感じでかぶりもなく綺麗にちょっと4周年迎えられそうです。はい、ということで3周年ありがとうございました。